次は俺だ。計画はあるのか。計画のない目標は妄想という。目標を達成するには計画がいる。そして俺には計画がある。今日は別に仲間に入れてほしくて来たんじゃない。帰る。ごめんね極道君。私たち誰かの下につくために集まってるんじゃないの。私たちの居場所は私たちが決めるわ。先に手を出したのはお前らだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃないんだ。壊す。残念。ラッキーだ。ほら、よこっ。ほら、ガチャンでけ。いいの。いって。おとなしくしろ。行くよ。なんじゃ。帰るぜ。ふっか。つい。回収。残念。捕まえる。おら。行くよ。返すべ。壊して回収。悪いね。縮め。行くよ。触るぞ。ハムカム。ここからが見物だ。俺が崩すのはこの世界。その構造そのものだ。あら、汚らわしい。潔癖なんだ。触るな。まだショーは終わってる。イリュージョンはお好みか。最終演目だ。まずそうだ。押される。仕上げだ。薄汚いゴミが。ガラって、ここからが見物だ。まずそうだ。薄汚い。傾き切れなかった。ウィー。ああ汚いな。これだから嫌だ。ニューストーリー。やべえ、俺の圧縮で閉じ込める。個性が発動できない。触るな。お前と話がしたいイカレ野郎を連れてきたぜ。意外にいいやつ。こいつ。始めるか。トゥワイスがスカウトしてきた8歳界の若頭がマグネを殺し、コンプレスの腕を消し飛ばしやがった。これ以上勝手はさせない。触れたもんを破壊、もしくは分解するってところか。俺と似た個性を持ってやがる。コンプレスの個性が発動しなかったのが気になるが、今はあいつを抑えるのが最優先だ。やはり来たか。立て。若頭のため。こいつどこから湧いてきやがった。邪魔だ。雑魚ヤクザに用はねえ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない。希望を込み込んだ。死ぬか。スクラップにしてやれ。私は崩す。死ね。削り取り。とりあえず握り崩れ。
疲労を積み取れ。うれ、追い込む。私らで、崩す。スクラップしてやる。悪いな。疲労を積み取れ。どうなんやねん。やったるぞ、くれ。おもしれ。このヒトリが。はけよ。次は俺たちだ。ニューストーリー。危ないところでしたよ、オーバーホール。一発外しちゃいやした。しかし速攻性は十分でしたね。なるほど、鼻からそうしてるよ。幾分か分かりやすかったぜ。穏便に済ましたかったよ、ヴィラン連合。ちょうど死体は互いに一つ。キリもいい。頭を冷やして後日また話そう。腕一本は負けてくれ。トムラ君、私刺せるよ。刺すの。ダメだ。責任取らせろ。すぐにとは言わないが、なるべく早めがいい。よく考えてみてくれ。自分たちの組織とかいろいろ。冷静になったら電話してくれ。私は始めるか。世の中はなかなかに不自由で、つまらない冗談ばかりなのだと思うのです。マグネイが殺され、トムラ君が何を思ったのかは分かりません。そしてまた今日も発災会と協力するだって。あちらの計画には十分な旨味がある。トガとトゥワイス、今日からお前らはヤクザだ。何が旨味だよ。冷徹ぶりゃリーダーか。感化されちまったか、あのマスク野郎に。トガちゃんもよ、なんとか言えよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。つまんねえ冗談だ。面白えよ、しがらき。私にとって連合は気持ちがいい。私は私のやりたいように、生きやすい世の中に、できるものならしてみたいと思うのです。ひしゃげろ。いいうれ、握り崩す。地霊削り取る。およへんよ。面白い。くれ。それ見えてるぜ。激しく崩す。うい、軌道を積み取れ。刺されました。やっとスクラップしてやれ。ゆっくり握りくぞ。直球変弾。悪いのはお前だ、クズ。どうしよっか、こそみか。死ぬか。つまんねえぞ。手ごわいな。防げるよ。ここで終われるかよ。恐怖を世に知らしめる。おら、偉そうに。うら、壊れしね。腐っちまう。壊れた。悔やんで死ね。ウィーン。次は俺たちだ。ニューストーリー。仲間がやられたんだぞ。あいつは俺が不用意に連れてきたんだぞ。俺だって人間だぞ、死柄木。
戸村君にとって私たちは何でしょう。そうだな、俺とお前たちのためだ。俺はお前たちを信じてる。私は私のやりたいように。始めるか。世の中はなかなかに不自由で、つまらない冗談ばかりなのだと思うのです。マグネイが殺され、戸村君が何を思ったのかは分かりません。そしてまた今日も八斎会と協力するだって。あちらの計画には十分な旨味がある。トガとトゥワイス、今日からお前らはヤクザだ。何が旨味だよ。冷徹ぶりゃリーダーか、感化されちまったか、あのマスク野郎に。トガちゃんもよ、なんとか言えよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。つまんねえ冗談。面白えよ、しがらき。私にとって連合は気持ちがいい。私は私のやりたいように生きやすい世の中にできるものならしてみたいと思うのです。危ねえぞ。かっこいいだろ。ちげえや、くしゃげろ。それ、手がすべえ。行け、行け。悪いのはお前だ。握り崩す。とりあえず崩す。死ぬか、削り取る。死ぬかも。スクラップしてやれ。ハサミか。取り取れ。握り崩す。もうちょっと変だ。よし。積み取れ。ひざまつけ。破滅を与えよう。行け。つまんねえぞ。潰したいな。ハサミか。いや、絶望と共に死ぬ。痛かねえ。破滅を。面白い。よく逃げろ。それ。うるさい。くせえ。ジョッキは変だ。痛い。ここで終われるかよ。ジョッキは変だ。手ごわいな。ジョッキは変だ。面白い。どうしようかな。すげえの見せたな。お恐怖を。暴力に暴力かよ。お前弱っ。いい勝負だったぜ。私にとって連合は気持ちがいい。私は私のやりたいように生きやすい世の中にできるものならしてみたいと思うのです。やっぱりしてやれ。はたく立ってるか。よっ。とりあえず崩す。希望を摘み取れ。握り崩す。いや、こぶしてやる。クラップにしてやれ。痛い。とりあえず挟みか。面白い。崩す。希望を取り上げる。正義がどれほど脆弱か、それを暴いてやろう。おれハードモードだ。俺が変えてやる。やめるな。一つに。対等だとでも思ったか。ウィー
は俺たちだ。アメージング、仲間がやられたんだぞ。あいつは俺が不用意に連れてきたんだぞ。私は私のやりたい。メリー、始めるか。逃げ出したエリオを追っていたら初めて見るヒーローに出くわした。面倒なことに余計な詮索をしてくる。これだから英雄症候群の病人ども。くそ、ガキに逃げられた。探せ。エリー、誰か、お願い、誰か、やだ、誰か。ごめんね、痛かったよね。ダメじゃないか、ヒーローに迷惑かけちゃ。帰るぞエリー。行かないで。あの、娘さん怯えてますけど。エリー、わがままはもうよせ。頼むから俺の手を汚す。余計な戦を始めるか。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか。実は最近エリについて悩んでいまして、何を言っても反抗ばかりで。難解ですよ、子供は。自分が何者かになる、なれると本気で思ってる。なんだ、もうダダは済んだのか。え、あの、エリちゃん。いつもこうなんです。すみません、悩みまで聞いてもらってご迷惑をおかけしました。ではお仕事も頑張って。最近の若者は一段と病んでるな。すみません若頭、ちょっと目を離した隙にそのガキが逃走しやがって。使えない駒は消えろ。ファイナルラウンド、レディー。俺も暇じゃない。なんじゃ、触れるぞ。なめとんのか。邪魔だ。無駄だ。覚悟せ。怯えろ。覚悟せ。ぜくせや。すかすけるか。消え去れ。かくのせい。俺が崩すのはこの世界。せやせやせ。消え去れ。ぜくせい。ささだわ。はむけろ。消え去れ。かくのせい。よれ。まずポップで。しゃあや。世界よ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇だ。ほら、怯えろ。無駄だ。食いてもらうで。見え見えだ。厳しく行くわ。怯えろ。触れるぞ。追い込む。
邪魔ばかり。うわっ、うわっ、消え去れ。おうか、おせ、触るな、しつこいわ。加減飲んだるか。押されん。俺が崩すのはこの世界、その構造そのものだ。せや、壊されたいか。潔癖なんだ、触るな。いや、やかるぞ、くれ。おさる、加減に撃つ。おきてよ、このタクを。ウィー、ああ汚いな、これだから嫌だ。プロ、プロの用意をしろ、掃除もだ。エリー、わがままはもうよせよ。お前は計画の核なんだ。オーバーホール、電話。ヴィラン連合、死柄からだ。この前の返事を聞かせてやる、と。赤頭と話はつけに向かう。始めるか。死へ八歳会と話をつけるため、奴らの指定した場所で使いのヤクザと落ち合うことになった。時代遅れのヤクザがうじゃうじゃいるな。おい、そこのガキ、俺らの島で何やっとんじゃ。ぶっ殺すぞ。ったく、迎えに来るんじゃねえのか、雑魚ヤクザが。今つぶしに遊んでやるよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない。今年クズこのドア、いけ、希望を積みてくれ。死ぬ、削り取る、なめてスクラップにしてやれ。とりあえず刻むでいい。こたしで握る。正義がどれほど脆弱か、それを暴いてやろう。ハードモードだ。無様に死ね。あかんて、ウルトラ。タクモ、対等だとでも思ったか。ウィー、俺たちだ。アメージング、ニューストーリー。無駄な争いをさせてしまったようだ、申し訳ない。ところで先日の電話の件、本当なんだろうね。条件次第でうちの傘下に入るというのは。都合のいい解釈をするな。まず傘下にはなら、俺たちは俺たちの好きなように動く。ゴブ、いわゆる提携って形なら協力してやるよ。もう一つ、お前の言っていた計画、その内容を聞かせろ。自然な条件だ。名を貸すメリットがあるのか検討したい。もっとも、こいつが関係してんだろ。こいつを打ち込まれた直後から、ミスターコンプレスは個性がしばらく使えなくなった。なんだこれは。これで何するつもりだ、教えろ。
断りを壊すんだ。若頭から個性を消す銃弾と個性を復活させる結成を使ったヤクザ復活計画の全貌を聞かされた。ガキの血液から銃弾を作る落ちたヤクザらしい計画だ。次に人員の話だが、トガ、ブバイガワラをうちに入れる。好きに動かれちゃこちらも不安だ。便利なやつばかり、動きはそぐって。うちの要だそいつら、そんなにやれるか。信頼を築こう。今はまだ遺恨を残している。こっちは計画の全貌を差し出したろう。次はそっちの番だ。ところで、将棋を指したことはあるか。ヴィランレ始めるか。信頼なんてものは便宜上、駒は手に入れた。あとは丸め込み、どちらが上かをはっきりさせるだけだ。上からの命令で仕方なく来ました、トガです。久しぶりだな、鳥野郎。てめえ絶対許さねえぞ。よろしくお願いします。遅れてすいません、オーバーホール。念のため一番遠いルートで来させましたんで。ヴィラン連合か、いいな、喧嘩しよう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。マグネの彼はすごかったな。俺も彼を殺したくはなかった。裏の気持ちも分かるが、協力関係となった以上、計画遂行に乗れずしてほしい。マグネーは彼女だ。てめえ、最初に会った時もそうやって上っ面繕ってたな。え、何したらいい。おめえの組の者同様、我々の指示に従ってくれ。そのためにもまず個性の詳細を教える。情報交換、もしもの時連携を取りやすいようにしておきたい。もしもの時なら、もしもの時に教えます。あなたたちまだ好きじゃないの。なんだこいつ、仲良くなれるわけねえ。よろしくお願いします、兄貴。強めの行くぞ。なんだ、重いの行くぞ。飛ばしていくぞ。まだまだ。なんだ、おい、全然やり足りねえぞ。ニューストーリー。いきなり襲いかかってきやがって、なんだこいつ。あー、ダメだ、やっぱダメ、なってないね。決めたね、感じ悪いもん。個性教えてやんねえ。あらゆるものを2つに増やす。そのために必要なのは明確なイメージ。イメージが不完全ならゴミが増えるだけ。人で言うなら身長、脅威に足のサイズ、多くのデータが必要だ。しっかり見て、しっかり測って、初めて1つを2つにできる。一身上の都合により、俺は俺を作れないが。なんで違う、これはいつもの俺じゃない。なんで喋っちゃうんですか。秘密にしている私がバカみたいです。